エスってってもその効果をより確実に出すっていうためにも日頃の自分のケアが何より大事っていうのをまず覚えておいてみてください。お肌って何って聞かれたら心の一番外側が肌だというふうに思っています。10月の間が新しいスキンケアに変えるのに最も適しています一年の中で。そういうふうに。 とした紫外線が積み重なることで、真夏の海に8時間いるのと同じぐらいのダメージが起こります。肌には。日焼け止めを塗るまでがスキンケア。まず乳液塗って終わりね。クリーム塗って終わりじゃなくて日焼け止めまでスキンケアって捉えてみてください。紫外線がお肌に届かないように反射して。散乱させてくれてます。 ので化学変化を起こさないから肌に優しいんですね刺激がないだから今のこのスキンケア今日は何をするかっていうと肌に刺激を与えずに癒しながらでも代謝を高めるっていうことをしていきますだからシミのケアといって慌ててゴシゴシやったりとかすごく強いものを使うっていうのは今やめといてくださいねはい では今から実際に泡の立て方をご説明します。泡をお顔にのせたときに、手とお肌が一切触れないで泡を軽く回転させるぐらいに洗顔をすることが美肌になる大事なポイントなんです。ではそれに適した泡の大きさを実際にご覧ください。ここで揉み込んで泡を立てていきます。 時々お水を足すと大きな泡を立てることができますよ。よくあるパターンは、これぐらい泡が立つと、皆さんすぐに顔を洗ってしまうんですけど、これは実際は全く足りてません。まあ、これで洗顔しましたね、うん。力入れずにクレンジングした洗顔もしっかり泡立ててやりました。今度は化粧水や乳液をつけるときに、 夜やっていただきたいのがこの今日お伝えするマインンドフルネススというものを活用したスキンケアです朝のスキンケアをこれやるとあの出かけたくなくなってしまうので <laughs> 夜やってくださいね、うん、あの特に、えー、ニキビができやすい方とかにもすごくいいし肌荒れしやすい方なんかにもとてもいいと思いますね。